食べて痩せるおやつトップ3お伝えしていきます。この動画ではダイエットにおすすめのおやつの選ぶポイントがわかるんですよ。今回は業務スーパーさんで選んできました。またこのチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。3つあります。まず1つ目はこのおやつを食べることであなたの腸内環境が整うからなんですよね。もうとにかくダイエットを成功させるためにはもう大前提としてあなたの腸内環境が良いことがもうとっても重要になってくるんですよ。そうしないといくらあなたがもうあれこれ食事制限を頑張ったとしてもきつい運動を一生懸命頑張ったとしても長期的に痩せることができないんですよね。残念ながらそれはやはりあなたが根本的に痩せ体質になっていないからなんです。では逆に言えば痩せ体質になればあなたは自然と綺麗に痩せることがやはりできるんですよね。そのためにはやはり腸内環境が整っていることが大前提。で、整っているというのはどういうことかと言いますと腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがまず種類が多くてそして常に餌を与えてあげて元気になった上でいつまでもあなたの腸内でずっと住み着いてくれるようにその環境を整えてあげることがもう大前提なんですよね。あの動物たちもそうですよね、まあ、ワンちゃんや猫ちゃん飼ってらっしゃる方もそうだと思うんですけれどもお気持ちよくあの飼ってらっしゃるそのペットたちがですよ心地よく家族と一緒に暮らすためにはやはりケージをきれいにしてあげて体にいいご飯をあげて体もきれいにしてあげてお散歩に行ってとかもうほんとかわいいかわいいって可愛がるじゃないですか。あの状態と同じことが腸内で起こってますよってことなんですよね。それぐらいやはり腸内細菌たちを可愛がってあげないといけないわけですよね。私もあのブラックタンのチワワくんがですね家族としているんですけれどもやっぱり同じですよね。もういつまでも暮らしたいじゃないですか元気に。ですからお世話するわけですよね。それと同じことをしてあげましょうねっていうこと。そのために活躍するのがこのおやつなんですよ。楽しみにされてくださいね。2つ目栄養バランスです。これもとっても大事ですよ。もう栄養のバランスが取れていないと太ってしまうんですよ。なので逆にこればっかり食べてますとかお野菜葉っぱばっかり食べてカロリーを抑えてますという方はね逆に太りますよ。なぜかというと栄養のバランスがない取れていないとまず胃腸が弱るんですよね。そうすると腸や、まあ、胃とか腸でですよ消化吸収できなくなるわけです。食べていってもいくら食べても。そうすると消化吸収できないということは栄養が吸収できない結果ホルモンを作ることができない。そうするとあなたの味覚がおかしくなってしまって食欲が暴走してしまう。また体重を設定するそのコントロールしてくるホルモンもうまく作ることができなくなってしまったとしたらいかがですか。もうどんなにですね大変なのかがもう想像できると思うんですよね。それぐらいやはり栄養価が高いものバランスが取れたものをいかに日頃から取ることができているかということがとっても大切になってくるんですよね。そして3番目無添加であることです。おやつはですねもう残念ながら、まあ、手作りは置いておいてですよ市販で売られているおやつというのはもうほとんどのものが添加物がいっぱい入っています。例えばもう本当に残念なのは小麦製品のお菓子類は良くないものがいっぱい入ってて、まあ、太ってしまうんですよね。例えば、まあ、小麦粉からできていて、まあ、そこでもうすでにこうグルテンを取ってますから腸あの動きを止めてしまってですね要は腸壁にこうベターっとくっついてしまうのでその腸壁 の、まあ、その腸の粘膜がこう炎症を起こしてしまうんですよね。そうすると先ほどお伝えした通り消化吸収ができないホルモンバランスが崩れてあのサイクルになっていくわけなんですよね。で非常に良くないわけです。でプラスショートニングとかマーガリンとか植物性油もうその他いっぱいその中にトランス脂肪酸っていうのがねもうたっぷり入ってるんですよね。それは別名食べるプラスチックと呼ばれるほどもうとにかく太りますしもう何よりもあなたの健
康を害してしまうものですから、もう絶対に取っていただきたくないんですよね。なのでおやつを買うときは必ず原材料名をチェックしていただいて、そういったものが入っていないもの、化学調味料や人工甘味料やそういったその小麦製品もろもろに入っているものですよ、ショートニングとかマーガリンとか小麦粉ですよね、そういったのは控えた方が絶対に丸になります。以上が痩せるおやつを選ぶ時のポイントになります。では2つ目の項目です。痩せるおやつは何でしょうかということで、今回あなたに業務スーパーで選んできたおやつというのは、先ほど項目1でお伝えした痩せるポイントが全部クリアされた美味しいおやつになります。楽しみにご覧くださいね。では大変お待たせいたしました、最後3つ目の項目です。痩せるおやつのランキングトップ3ということで、あなたに第3位から1位まで私がですね、腸活専門家の観点から選んだその痩せる効果の高いものをお伝えしていきたいと思います。では早速参りましょう。第3位はこちらです。今回業務スーパーさんで見つけましたキャラメリゼシードバーです。シードってあの英語で、ね、まあ、種ですよね、種のまあバーなんですよ。でこちらはですね、実はロシアのおやつになります。で原材料がもう素晴らしくて、たった3つだけなんですよ。まずこちらはひまわりの種、砂糖、糖蜜、この3つだけでできています。でもご覧の通り、見えますでしょうか、もうね全部ひまわりの種でできてるんですよね。そこを固めているのが、まあ、糖蜜なわけなんですけれども、まあ、もちろんそのお砂糖も取りすぎてしまっては NG ですが、人工甘味料よりは丸ですし、もうとにかく原材料名のその順番を見ても、一番ひまわりの種がもう含まれているのが量が多いという順番になっています。でこれが例えば一番最初に砂糖とか書いてあったら私は選んでないですよね。なぜかというと、この商品を作るときに一番量を使っている順番から原材料名って書いてあるんですよね。なので例えばチョコレートとかもそうですけども、一番最初に砂糖って書いてあると、それほとんど砂糖ですから良くないわけです。やはりチョコレートを購入されるときも、一番目はカカオとかカカオマスとか、やはりそういったのからの順番のチョコレートの方が絶対に痩せます、痩せ効果高い、まあ、カカオも痩せますからね。なので、あの余談ですが、痩せるチョコレートをご興味ある方はまた別動画でアップしてますから、チョコレートの方もご覧くださいね。ちょっと話戻しますね。でこのひまわりの種なんですけれども、痩せ効果があるんですよ。まあ、もともと種類ですよね。種類とかナッツ類って言いますのは痩せる効果が高いんです。なぜかというと、もう栄養がたっぷり入ってるからなんですよね。で特にこのひまわりの種はマグネシウムが豊富です。でこのマグネシウムってですね、すごく大事なんですよ。もうこれないと死んでしまいますからね。マグネシウムがあるからこそ、いろんな栄養素とこうくっついてこう吸収できたりするわけですから、もうとにかく大事。お塩とかにもねよく入ってますけれども、でこのマグネシウムがそのあなたの食欲を抑えてくれたりとか、筋肉がこう分解していくのをこう抑えてくれる効果もあるんですよね。でまた代謝を上げる効果もあるし、ひまわりの種は脂肪燃焼効果もある。でまたカリウムも豊富なので、むくみもですね改善することができるんですよ。ではちょっと気になる味の方をですね、ちょっとあなたにお伝えしていきたいと思うんですけども、ちょっと失礼しまして試食させていただきますね。でこちらね、本当私まだロシアには行ったことありませんけど、ロシアの方、お子様たちこんな健康にいいものをね、おやつに食べているのかなと思うと、なんかいいなって思いますね。すごくいいと思います。ですもう本当にもうすごいひまわりの種の塊、そんな感じですね。パッと見、日本のあの雷おこしってお分かりになりますか？おこしみたいですよね、これ。硬いです、割れない。割れたけど、ちょっと大きすぎて食べれそうないので、もう少し割りますね。よいしょ。すごい、結構硬いですね。ちょっと歯が弱い方は気をつけた方がいいかも。ちょっとかじりますね、もうこうなったら。失礼します。噛んだら全然そんな硬くないです。うわー、これ本当に日本の雷おこしみたいな味がします。
美味しい。で甘さも控えめですよ。あのよくね海外のおやつって甘み強いおやつ多いじゃないですか。でも皆さんね、甘さ控えめで雷おこしみたいでとっても美味しいです。では第2位はこちらです。キャラメリゼシードバーの白ごまになります。こちらは原材料名がごまと砂糖と糖蜜だけでできています。もう完全無添加ですよね。でちょっと先ほどお伝えし忘れましたが、こちらが第3位のひまわりの種でしたよね。でこちらが第2のごま。でこの差なんですけれども、1本あたり 50g というのは同じなんです。ただカロリーがこのひまわりの種の方が297kcalで、こちらが275kcalなので、こちらの方がカロリーが低いので2位にしております。プラスまだまだその理由がありまして、こちらひまわりの種の方がタンパク質量が 6.7g だったのに対して、こちらのごまは 8.1g も取れちゃうんですよね。これすごい数ですよね。そして太る元です。糖質ですよね、まあ、炭水化物が、こちらのひまわりの種は20.6 だったんですが、こちらはちょっと高くて 24.0 ですね。こちらはあのごまですので、食物繊維の数も多くてこの数値になっていると思うんですけれども、まあ、炭水化物というのはあの食物繊維プラス糖質の2つ合わせたのを、まあ、炭水化物ですからね。そういった関係もあって若干こちらの方が高くなっております。そしてでは早速こちらも試食してみたいと思います。先ほどのひまわりの種もね、雷おこしみたいですごく美味しかったんですけど、なんかもしかしたらこのごまも雷おこし系かもしれないですね。見てください、すごい、これごまの塊です。よくあの日本でもこういったこうお砂糖で固めてあるようなごませんべいって売ってませんが、こういうこう大きな薄いですね、そのなんか バージョンみたいな、ね、感じですよね。ではちょっとこれも割れるでしょうか。やっぱり割るときは硬いですね。かじると柔らかいですけどね。あ、割れた。すいません、こちらも失礼しまして、ちょっとかじらせていただきますね。うん、うん、うわー、あのごまの風味がやっぱりすごいですね。さすがこんなにまあごまの塊ですからね、まあ、当然といえば当然なんですけど、あのよく日本でも見かけるあの本当にごまのごまだけできるおせんべいってありますよね、塊の。もうあの白ごま バージョンですね。もうまさに同じ味がしますね。うん、であの噛めば噛むほどやっぱりあのごまの油のあの感じがこうふわっと口の中に広がって鼻までこう抜けてくる感じですね。わ、私ねごま大好きなんですよね。これはあのハマりそうですね。とっても美味しいです。ではここで白ごまのダイエット効果なんですけども、先ほどの白ごまのバーですよね、もうとにかくごまといえば食物繊維がもたっぷり含まれておりますから、腸内環境が整ってもうお通じもすっきりする元が取れる、まあ、何よりも痩せ菌たちの餌になるのがこの食物繊維ですから、ここでしっかり取っておきたいところです。でまたごまはですね、タンパク質がとっても豊富、またビタミンやミネラルもいっぱい入っておりますから、もうダイエット食品には欠かせないものということになります。ではいよいよ第1位はこちらです。はい、先ほどの同じシリーズです。ロシアのですねおやつになりまして、キャラメリゼナッツバーのカッコアーモンドになります。こちらの原材料名がアーモンド、砂糖、糖蜜のみでできています。でこのバーだけですね量が多いんです。1本あたり 60g ありまして、その分やっぱりエネルギーがちょっと高め、 346kcal。 ただタンパク質がダントツに取れるんですよね。 11.4g も取れます。これはかなりすごい量ですよね。ゆで卵1個分以上のタンパク質が取れますよね。そして、炭水化物が 21.6g なので、先ほどのごまのバーと比べますと低いですね。だから糖質は先ほどよりも低めということで、第1位に選んだ理由はその、まあ、量が多いっていうのとですね、タンパク質とかがタンパク質がしっかり取れる、まあ、一番最高
の量が含まれているということと、あと太るものの、まあ、炭水化物の量が低かったということで選びました。でもうまさにこの選んだ一番の理由はアーモンドだからなんですよね。いろんなナッツありますけれども、このアーモンドっていうのはもうとにかく痩せる効果が高いナッツになります。ちょっと見てくださいね。もうとにかくアーモンドって脂肪燃焼効果が高いナッツになります。そのことで代謝が上がりますし、あなたのその悪玉コレステロールも減らしてくれるすごい力があるんですよ。またビタミン、ミネラル、食物繊維も豊富なので栄養価が高いわけです。ですからこれを普段のおやつに置き換えていかれるだけでいかがですか。すごいダイエット効果ありますよね。ちょっと早速こちらも当ててみましょうね。さあ、これが最後の試食になります。これもですね、すごいアーモンドがね、あのカットされずにゴロッと丸ごと固まってるんですよ。見えますか、これ、ね、丸ごとです。ちょっとこちらも私手で折れるかどうかちょっとやってみましょう。あ、結構簡単に折れちゃいましたとかじってみますね。失礼します。うわー、もう香りがすっごくいいですね。うん、もうあのアーモンドキャラメルを食べてるような感覚ですね。今音聞こえました？カリン、すごいクランチで美味しいです、うん、これは味も丸、ダイエット効果も丸、とってもおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3ということで、とにかく腸内環境が整って栄養価が高くて安心して召し上がっていただけるおやつを選んでみました。どれもおすすめですよ。味も本当にね、美味しかったです。ロシアの方いいですね。あの業務スーパーさんで見つけましたので、ぜひあなたもお近くにありましたら見つけていただきたいなと思いますし、もちろん業務スーパーさん以外でも取り扱いのお店あると思いますから、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。